春の融雪機の登場の構造。15センチメートルの登場の側面の土を除去したところ。下から上に向かって順に下柱。これは下方にある地下水面から多孔質の土壌を通じて上がってきた水が凍結面のところから上へ立ち上がったものである。氷と土壌が混合したそう。これはそれまで凍結、解凍を受けてきたそうである。一番上の 持ち上げられた土が見られる。この写真は2010年3月21日に、米国バーモント州ウィンザー郡、ノーウェッチ町で撮影された。登場とは、寒気によって土壌が凍結して、氷の層が発生し、それが分厚くなるために土壌が流気する現象である。登場による損害を、登場害と呼ぶ。登場は、大気の気温が氷点下の場合に、 地面の下で氷が形成された結果として起こる現象である。途中の氷は凍結面から出き始めて熱が失われる方向へ成長する。氷が成長するためには水が供給され続けることが必要で、また成長していく氷はその上に被さっている土壌により上から抑えられ、その抑える力が氷に荷重を与えるため、氷が延直情報へ成長することが妨げられて、 横へ広がり、それによりレンズ型の氷が途中に形成されることになる。それでもなお、一つあるいは複数のアイスレンズが途中にできれば、それは上に乗っている土の層を持ち上げるに十分な力を持っており、時には30センチメートル以上持ち上げることもある。故に登場が起こった土の中には無数のアイスレンズが地面に平行に入っていることが確認される。 途中の水分が凍れば常に登場が起きるのではなく氷床分離凍結と呼ばれる凍り方によって土を含まない純粋な氷としてアイスレンズが形成されるものでないと登場は発生しない。アイスレンズや水を供給する側の土の土,の土質は毛災管現象を起こすことができる多孔質の土質でなければならないが毛災管現象の連続性が損なわれるほどの 多孔質であってはならない。そのような土壌は、登場性の土と呼ばれる。毛細管現象によって下から上がってくる水が、凍結面のところで凍結することが続くことにより、アイスレンズが成長していく。場所により登場の程度が違うと、舗装にひび割れを生じさせたり、建物の基礎を破損させたりする。また、登場が見られるのは土壌のみにとどまらず、アスファルトやコンクリート、 生物においてでも起こるとされている。下柱は凍結期の初期、まだ凍結面が土中深くへ達していない時期に起こるもので、本質的には登場と同じ現象である。この時期は凍結面がさほど深くないため、登場として持ち上げられる土層がないというだけの違いである。1694年にベスカオが土中の凍結の影響を書き残している。テイバーは、 登場は、氷点下になる前に、すでに途中にあった水のモル体積が、凍結に伴って膨張する結果として起こる。つまり、途中における水の移動は、大きな影響を持たないとする仮説を否定した。水は、そのバルク業古典において水から氷に、相転移するとき、モル体積が、約9%膨張するので、モル体積の膨張によって起こりうる最大の、 膨張量は9%となるであろう。しかし、その9%の膨張が起こったとしても、氷が途中で水平方向には全く広がることができず、体積の膨張がすべて上下方向に向かうと仮定した場合にのみ、9%の膨張がすべて登場に寄与できる。テイバーは、登場における延直方向の土の変異量は、モル体積膨張によって、可能な量よりも、 かなり大きくなる場合もあるということを示した。氷というものは液体の状態よりも体積が増える性質があり、この性質は様々な化合物の中でも異質なものである。多くの化合物は液体から個体へ相転移するときに体積が減少する。テイバーは液体の水が途中の凍結面に向かって流れることを示した。また彼は、 凝固すると収縮するベンゼンのような他の液体を使っても同様の現象が起こることを示し、ベンゼンでも登場が起こることを示した。これにより、モール体積の変化は糖度を延直方向に変異させる主な気候ではないと結論付けられた。彼の実験ではさらに、髪型からのみ冷やして温度勾配を作った土の柱の中でアイスレンズが成長する様子を示した。日本における 過去の研究、編集後で述べるように、日本の寒冷地域において特に鉄道での搭乗被害が甚大であり、その対策のために日本における搭乗研究は始まったと言える。その第一人者として挙げられるのが中谷浮吉郎である。戦時中、搭乗は重要な研究対象となっており、中谷は札幌鉄道局より搭乗研究を委嘱された。また、 その中谷が参考とした先行研究に自由学園の下柱の研究がある。日本における登場研究のルーツはここにあると言っても過言ではない。雑屈説、編集雑屈説とは、登場の原因はその地中の路盤を一枚の板として考えて、凍結した遺跡が膨張した結果垂直に路盤が湾曲してしまうことによるというものである。これは、 東京理研の黒田正夫と早稲田大学の木村光一郎によって建てられた説だが、北海道大学の荒川によって否定されている。研究の中心、編集中谷が所属していた北海道大学理工学部は、日本における登場研究のメインストリームに一致していた。戦時中、札幌鉄道局において、登場対策委員会が作成されたが、鉄道省官房研究所ともに、 北海道大学が中心となって研究が行われた。登場において土が持ち上げられる主な原因はアイスレンズが成長することである。登場の期間中、土を含まない純粋な氷であるアイスレンズが一つあるいは複数個成長し、それが成長することにより、その上に乗っている土が持ち上げられる。アイスレンズは土の中で凍結面よりも深いところにある。 地下水源から水が補給され続けることにより成長する。アイスレンズが形成されるには多孔質の構造を持つ登場性の土があって、毛細管現象が起こり、水がアイスレンズに向かって流れることが不可欠である。多孔質の土壌の中に閉じ込められた液体に働く、ギブストムソン効果によって、バルク業古典よりも低い温度のところに形成されつつ、あるアイスレンズに 水が到達する。途中の非常に微細な穴の曲率はとても大きいので、そのような媒体の中では、バルク凝固点より数十度低い温度でも液層が、熱力学的に安定であり得る。水を輸送する別の効果として、アイスレンズの表面、及び氷と土壌粒子の間に、原子数個分の液体の水の層が保たれることがある。1860年にハラデは、 ししたた水にによる凍ってていいいない層について報告した氷は、それ自身の水蒸気に対して、氷具誘拐し、またに酸化系素と接触しても氷具誘拐する。表面での氷具誘拐を引き起こしている、分子間力と同じ分子間力が、形成されつつある、アイスレンズ底面側の分子スケールで登場に、寄与している。氷が微細な土の粒子を取り囲むと氷が、 天狗誘拐し、粒子を取り囲んでいる。水の薄い膜の誘拐と再凍結による温度勾配の中で、土の粒子は下向きに暖かい側へ向かって動かされる。そのような薄い膜の厚みは温度に依存しており、粒子の冷たい側の方が薄い。水は、加齢客の液体の状態にある時よりも、境界の状態にある時の方が自由エネルギーは低い。したがって、 粒子の暖かい側から冷たい側へ流れる水が補充され続け、それにより暖かい側により厚い膜を再構築しようとして誘拐が続く。粒子はファラデーが熱的再凍結と呼んだ過程の中で暖かい土に向かって下向きに移動する。この効果によってアイスレンズは土の粒子を追い出しながら成長し純粋な氷となる。したがって、 温度勾配が摂氏1度ナス1くらい低ければ、それぞれのマイクロメートル台の土壌粒子の周りを取り囲んでいる10ナノメートルの凍っていない水の膜が、その土壌粒子を1日20マイクロメートルも移動させることができる。アイスレンズが成長するにつれて、それが上に乗っている土壌を持ち上げ、毛細管現象により、アイスレンズの水を凍結面に引き寄せつつ、 下にある土壌は分離する。登場は土のみならず、コンクリートの道路でも発生するために、地下の管の類などが壊れてしまったり、木の根などが傷つけられることもある。このような被害を、登場災害、あるいは、登場害という。登場の際に働く力は、一時登場で1、平方センチメートルあたり数キログラム、二次登場では、数百キログラムに上ると言われており、 家屋でさえ持ち上がってしまうという甚大な被害をもたらすこともある。寒冷地でも雪の多いところでは登場が起こりにくい。積雪があるとそれが断熱材の役割をして地表が冷えにくくなるからである。このため、北海道でも雪の多い日本海側は登場が発生しにくい。これに対して寒冷で雪の少ない地方では地中部各まで冷やされるため登場が発生しやすい。 このため、北海道では、北見、帯広、釧路などで登場が起こりやすい。また、雪の多い地方であっても除雪されている道路や、鉄道では、登場が起こりやすい。登場の対策としては、土中の凍結性を低めることが一つ挙げられる。土を砂利に交換する、断熱材を挟む、防水加工を施すなどといった風に、土壌の管理をしていくのである。 鉄道においては、枕木の高さを一つ一つ登場の隆起の程度に合わせて変えるといった地道な作業が取られていた。部分的に誘拐して崩落したリサルサが感情の構造を残している。撮影地、スワールバル諸島。登場が起こるには登場性の土壌と、下方から連続的に水が供給されること、そして土中の温度が氷点下になることが必要である。 登場性の土壌とは、毛細管現象が促進されるような粒子管の隙間と粒子の表面積を持った土壌である。微細な粒子を含むシルト質あるいはローム質の土壌が登場性の土壌の例である。様々な器官が10%以上の構成粒子が 0.075mm のふるいを通る場合、あるいは3%以上の構成粒子が 0.02mm のふるいを通る場合、 それを登場性の物質に分類している。チャンバレンは登場性をより直接的に測定する、別の方法を報告している。非登場性の土壌は、密度が高すぎて、水が流れにくいか、あるいは、隙間が空きすぎていて、毛細管現象が起きにくい土壌である。その例を挙げれば、密度の高い粘土の場合は、隙間の大きさが小さすぎて、透水性が悪く、 また綺麗な砂や、レッキの場合は、微細な粒子の数が少なすぎて、隙間が空きすぎており、防災感現象が起こらない。ケニア山の麦、ヒルの下の鉱山地域では、パルサ、不連続な永久凍土の中にある有機質に富む土壌が持ち上げられたものが見られる登場は、持ち上げられた土壌に、環状、多角形状、島状などの多様な地形を作り出す。これらのうち、 有機質に富む土壌にできるものはパルサと呼ばれ、より鉱物の多い土壌にできるものはピート、あるいはリサルサなどと呼ばれる。その一例はスワールパル諸島に見られる石で覆われたリサルサである。登場は図で示されたケニア山のパルサのように赤道付近の鉱山地域でも起こる。北極の永久凍土の地域では、登場と似た仕組みで地面が持ち上げられることにより、 数百年かけて高さ60メートルに及ぶ大きな地形が作られる。これはピンゴという名前で知られる。これは、毛細管現象の代わりに、地上の湧き水の供給を受けて登場が成長するものである。登場によって作られたと思われる多角形状の地形が、マーズグローバルサーベイヤーのマーズオービタカメラ、およびマーズリコネッサンスオービターのヒリセカメラによって、 火星の極地域付近で観測された。2008年5月にはフェニックス探査機がそのような多角形状の登場の風景が見える場所に着陸し、すぐに地面下数センチのところで氷を発見した。ありがとうございます。